はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート9ですね、やっていきたいと思います。じゃあババンゴの実が、なんか風に漂ってやってきたみたいなので、それを壊すんだよね。身を壊し風を抑え込めるかもしれんなと。なんかブロックでどうのこうのしようって言ってたよね。空気と身を切り離せば呼吸が止まって身が壊れる。ブロックで身を閉じれば空気を遮断できる。5つの身を壊してくださいと。ブロックってそんななくね俺。木材とかでいいのかな。泥でもいいのかな。ちょっと泥があるからここら辺泥回収しよう。ほい。で待ってね。どういうこと？こことここで、まず4方向を閉じ込めてからの上。いいね。あ、しかもブロック返ってくんじゃん。ババンゴの実を壊した。感激でーす。あと4つあります。って思ったんだけどさ、そうすると、これめんどくさくね？横がないんだけど俺。あ、でもこれさ、空中に置けるんだよね、確か。ちょっとやってみよう。てかそもそもさ、ちょっと待って、これ。あ、壊せない。なんか空気出てるけど大丈夫これ。めっちゃお臭が。まあいいや。ほい。で、でよ、で。ちょっと待ってね。こっち置けるー。あ、なんかめんどくせえことになると思ったらならなかった。よし。しかもブロック回収できるんだったら全然この5つを使い回せばいいんでしょ。でもさ、泥で、あ、ここも空中に置こう。ほい。はいはい。あ、完全に空気密閉されてるんだ。あとどこ。ここにいるね。あれ、今何個壊した。 1,2,3、 これで4つ目か。これほっとくとさ、作物腐るとかあんのかね。まあ、わかんないけど。しかもさ、種が1個ずつ手に入るんだけど。あとどこだ。 あっちにいる。しかもなんでさ、この拠点の周りに、しかも緑の、俺の緑豊かなこの土地に来るとは。 OK、 全部壊しましたと。あと風、そうだね、副総統さんに知らせに行きましょう。別にさ、知らせに行くほどでもなくない？もう知ってるでしょ、見りゃわかるっていう。ただその代わりこいつら働く気もなくなってんな。みんな怯えている。ババンゴの実を全て壊した。これで、あるいは空を見てください。戻るか。え、さらに悪くなるとか。あ、良くなったっぽいね。鎖風とやらが晴れたみたい。よーし、やったぜ。よくやった。お前のビルダーの力なかなか素晴らしかったぞ。我々ハーゴン教団は恵みの大樹と島の大地を完全に破壊し、島に二度と実りが生まれぬようにした。そして島の人間にも一切のものづくりを禁止し、我々と共にさらなる破壊を行わせた。破壊の権化たるわしはそれが当たり前だと思っていた。あの大樹の若気を見たとき、死んだはずの大地に命が宿るのを感じ、わしは驚いた。そして大樹の若気やミカミックスのものづくりを見て、わしは考えてしまった。なるほどね。本当に気が変わったんだな。わしの知識は貸してやる。大樹の若気を育て上げ、わしにもっとものづくりの力を見せてくれ。同じ方法で身を壊し農園を守る。次のお題、心して聞くがよい。その2、5種の作物の種。ああ、なんかそれっぽくなってきたな。250マス分の畑を作る。モンゾーラの島中を巡って探すがよい。あと3個、まだまだ種が眠っているはず。仲間との種探しが当面の目標。
どうしたミカミックス、なんか言いたいことでもあるのか。何、ここまで一緒にやってきたんだ、正式に村の仲間になれだと。ヘッドハンティングだな。仲間であれば副総統などと呼ぶ必要はない。我が名はマギール、お前たちはマギールさんとでも呼ぶがよい。マギールちゃん、副総統マギールが仲間に加わった。いや、この俺のビルダー教の中では、まあ俺が総督でしょ、だってミカミックス総督の副総統マギールでいいよ。立場は同じ、同じ立場で引き抜こう、格下げはしない。この島には昔農園の発展を祝う収穫祭があった。大樹が育ったら収穫祭を開こう。新しい種探し、ミッションスタート。その前によ、その前にこいつらのさ寝床も作んなきゃ。あ、なんだこれ、犬がいる。え、なにこいつ。いや、新しい、え、ちょ、ま、チャコでしょ、お前じゃないよ。あ、モンゾーラ犬に話したらこいつらが来たってことか。鼻が利くことで有名。向こうに何かある。種の場所を教えてくれてる。え、勝手に進んじゃう、進んじゃってんな。あー、でも一応印があるからな、先に収穫をしよう。あ、回転切りでさ、これ一気に、なんか効率いいんだか悪いんだか分かんねえや。じゃあ小麦って食えんの、よくよく考えたら。小麦だけ食うってさ、あ、食べらんない、そりゃそうだよね、小麦だけで食おうとは思わないからね。やっぱり今のところはキャベツか。新しい種が手に入れば何かね、また食える作物が増えるかもしれないんで、よし。あれ、早い。おお、あとは種が切れちゃったところとかは少し見ておかないとあれだね。今のところは大丈夫そうかな。で、薬草的なものだと、薬草的なもの、薬の葉、あれ、薬の葉とかから薬草って作れるんだっけ。結局作れないよね。あ、ここら辺はまあ新しく作れるようになったものだとして、飾り家具とか草糸が全然ないな。1個しか持ってない。あ、薬草作れるわ。薬の葉からそのまま作るの。30回復か。いや、5個持っとこう。モンスターか、こんな時に。しかしドラキーごとき俺の敵ではない。あ、ドラキーじゃない、グレムリンに変わってる。あ、武器も作れるようになったからな。あとは、あ、骸骨まで嫌がる。何を手間取っているのだって。じゃあ武器だ。武器を作っていきますか。足りるかどうか。小さな茨か、なんか向こうの方にあったな。一回遠出した時にあったよね。まあいいや、今はこのワンちゃんについていこう。農民さんたちの寝床はないけど、早い者勝ちだから。うちの教団は、あ、なんだ、あ、敵がいるから、早い者主義。あ、茨がある、ここね。わら作ったんだよな。置いとこう。ここは来たことがなかった場所だな。いや、来たことあるよ。知ってる。湿地帯。茨回収していこう。薄汚いネズミがいる。いや、だからさ、話したことあるんだって。
お前記憶喪いって。あ、間違えた、これで壊さないといけないから。記憶喪失か、指導。ちゃんとあれだね、物語通りに進んでいかないとダメだね。あんまりいきなり遠出をしすぎても。茨城5個、ちょみんなの分は揃えてあげたいからな。まあいいか、行きながらまた回収していこう。どうもお久しぶりでちゅ、触れ待ちたでちゅ、知ってまちゅ。はい、よし、ちょっとここの茨も壊していこう。あんまり当たりすぎるとねダメージを食らってしまうんで、レベルも上げたいからな。こいつらは殺していこう。ゴリ押す。今の俺には薬草があるんで OK。 あの犬大丈夫か、ギズモにやられたりしないか。あれ、小さなイバラとイバラがある、違うんだ。これどっちだ。あ、これ小さなイバラか。これ待って、知ってる知ってた。いって、これ寝るのかい。ちょっと犬いっちゃったよ。これ何、もしや一方的なタコ殴りができる。27の経験値、多いんだか少ないんだかよくわかんねえな。昆布上がれねえよし、あいつらも倒していこう。いて、1個薬草使ってみる。 やばい、普通に食らう。これは薬草案件。おお、いいね。ただしあんまりご了承はできないな。この調子で使っていったらすぐなくなっちゃう。あれ、犬どこ行った、こっちか。え、ちょっと待って、ここまで来たらさ、一回帰ってイバラ作ってワープしてこよう。武器は必要だよ、武器の攻撃力が高くなれば効率アップするからね。18から28でしょ、だってめっちゃ強くなるよ。4つ作れる、4つ作れるね。よし、4つ作っちゃおう。で、荷物で一旦これを取り出す。ヒノキの棒いらないで、これは俺がまず装備する。で、あと指導は多分指導専用しか無理だよね。あ、そうだな、衛兵さん、まずは衛兵さん。いっぱいいるな、これマジ食料めっちゃ必要なんじゃねえか。おで、これあげる。捨てるからな、こいつらすぐ。で、あとは名前のあるやつ、こいつ。はい、あとはおっさん、おっさんどこ行った、おっさんどこ行った、あいつちょ集めようおっさんの居場所がわからん。こいつも来るのか、おっさん、いた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 、やるよ。ドルトンね名前覚えきれねえわもうで、ワープリスト、そこから湿地帯。よし、じゃあ行きましょう。まだもうちょい茨が必要だね。小さな茨を使ってるんだよな。こいつにどれくらいのダメージが当たるか。なんか強くなった気はするけど、ちょっと待って、動きが遅くて連打ができない。いやー、それでも結構やっぱ防具だな、防具全然なくない、いまだに裸だよ。農民 A プラス1やらせません。どうしようかな、ちょっと腹減ってるからキャベツ食うか。キャベツを食いつつヒットポイントを回復して腹を満たす。で、あれ犬どこ行った、あ、ここか。
ちに行くんだ。中に入るんだね。あ、なんかある。これは、あ、人がいる。こいつは何してんだ。あなたたちどなたですの。あ、この子昔私が餌をあげたワンちゃん、助けを呼んでくれた。やっぱ種じゃなかった。汚ねえ女2人。私と妹は、あ、妹なんだ、母親かと思った。教団の方々にここで反省するように言われた。もう何日もこの穴にこもっている。お腹が空いてたまらなくて、とうとうお料理というものづくりに手を染めた。何をしている人たちのビルダーよ。お友達と農園を作っている。教団の信者、あたしリズ、ソフィー、私たちに農園っていうのを見せて。農園ってところが遠いなら地図からワープしてひとっ飛び。いや、ワープしてきたばっかりなんだけど。へえ、でもさ、手錠みたいなのあるけど手錠には掴まれてなかった。キャッキャッ、モンスターがいるじゃねえかよ。いって、しびれた。頼む、ちょっとレベル一回レベル上げたい。ちょ、骨回収していこう。あれ、どっから出んの。あ、出れねえ、あれが高くて。じゃあドローを置いて、ほいほいほい、いけるか。もう一段か。ちょ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 、これが必要ないんで、ほいほい、これいらないで、ほいほいほいと。こっち ついてこれる。あ、ついてこれるわ。なかなか体力あるやつらだな。茨回収しつつレベルを、あれ、なんかさ、なんか近くない俺。そんなことないか。レベルが6になったらワープしよう。任せよ、あいつら。なんで俺のとこに来んの。これ、茨を回収する。ここら辺の泥もなんか回収した気がするな。泥だいぶ減ったかな。なんだかんだで泥は役立つ。あそこ戦いづらいから窓ハンドを倒すか。どれくらいだ、ここの死体は。動きやすいね。あ、買って。しかし、お、カニの爪食えんの。最近料理してないな、そういえば。料理するもんがないよね。だって薬系はだってないじゃん。小さな茨これくらいあればいいか。これ何、ところで。あ、臭いとこれか。回収しとこう。結構必要になりそうだからな。めっちゃ手に入るんだけど。1個壊すと2個くらい手に入る。で、じゃあそこのウミウシ部隊を倒しますか。打ち入りじゃー。おら、すげえ。寝たー。犬、なんとかしてくれ。リーチがなんか短いな。そんなことないか。石の剣と同じか。リーチが長い武器とかあんのかな。いって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 、約束を。よし、レベルアップ。あいつジャンピングしてる、左のやつ。レベル6。ははは、また一緒に強くなった。物を壊すときちまちまとハンマーを振って面倒くさくないのか。いや、面倒くさいよ。お、いいね。そうだな、俺が言う通りにやってみろ。まずいつものようにハンマーを振る。はい。いや、勝手に振ってるけどね。ドーンと振り下ろす。ハンマーを振りながら攻撃する。え、どういうこと、わかんねえんだけど。物を壊すのに使えよな。ドッカンハンマー覚えた。え、ちょっとわかんねえ、やり方がわかんねえんだけど。 R2 を押しながら四角を押す。ドッカンハンマー、広い範囲を一気に壊すぞ。お、いいね。レシピ、
トゲコンボ。ああ、またトゲか。だいぶ強くなるね、でも、指導は。オッケーオッケーオッケー。ドッカンハマー。R2 を押しながら。え分かんねえな、なんか。出が遅いからな。あ、夜になった。で、夜になったから、ワープして帰ろっか。ほい。拠点に帰ります。え、なになになに、ああ、夜なのにこいつらみんな起きてきたのか。そしてまた寝に行くのかな。気づいたらこんなところに連行された。ミカミックスの応援。ビルダーなんかに騙されては。決めた、教団抜けてビルダーになる。もりもり食べ物を作る。お、もしやこいつ料理係。甘い匂いがするから拾っておいた。お近づきの印、キビの種。あ、砂糖キビ的なあれ。ソフィーとリズが仲間に書くと。待って、マジでさ、もう寝床足りねえんだけど。ガチで大部屋作んないとダメ。いや、いいけど、お前らさ、どうやって寝るの。早いもん勝ちだよ、マジ早いもん。指導はあそこか。ちょっとみんながそう、どういう行動をとるか見てみよう。異常なし。いや、チャコちゃーん、チャコちゃんじゃねえや、なんだっけこいつ。ジバコチャンス。働き者だな。農民に寝床取られてんのに。あ、新米は床か。そりゃそうだよね、新米は床です。で、ジバコちゃんは仕事があるから。こいつはまだ寝ないのか。まあ、新米だからね、しょうがない。ってことはよ、やっぱり宿舎だな。完全なる宿舎を作るか。じゃあここはもうちょっとこれ壊すのめんどくせえから、このままにするとして、で、ここは衛兵用でしょ。で、ここ倉庫でしょ。ここものづくり用の部屋にするか。泥、やっぱ泥もうちょっと調達していけばよかった。これ下にやりたいんだけどな。どうやればいいんだろう。この状態から下にやる、難しいな。一回ちょっとこっちにこれをじゃあ拡大させていっての、ものづくり部屋も作るか。そうすると、で、ここから埋めていく。ほいほいほい。で、これ壊せる、あ、壊せるよね。そう、こういうの全部壊せるから。で、ここはじゃあものづくり部屋にしよう。ってことはこれをもう一回ここら辺を整地しよう。結局壊すんだったらさ、あ、ドッカンハンマー使ってみよう。どうなの、なんか早いのか早い。これでもさ、十分早いじゃん、だって普通に考えて。2マスいければ早いよ、こうやって2マスいけば早いもん。ただ泥か。ちょっとここに寝床を拡大させるにしてはちょっと泥だな。ちょっと待って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 、これを壊したかっただけで。泥か。こう、俺のものづくりとしての心が泥は許さんな。ここ泥なんだっけ。あ、ここは泥か。あ、まあ別に倉庫だからな、泥でもいい気がするんだけど。俺の寝場所がねえ。そもそも俺の寝場所がねえじゃねえかよ。おい、邪魔だマジで。おい、農民、お前が一番邪魔だよ。用じゃねえよ、俺が寝るんだ。はっはっは、どうだ農民よ。お前は朝まで働けばいい。こいつマジいつ寝てるんだ。
キャベツどっくらいになってる？キャベツすげえ減ってる。あと5つしかない。じゃあキャベツしまうか。まあ、みんな働いてくれてはいるからね。こいつら並んでるよ。なんかだんだんさ、うちのさ、この農園も不便になってきたな。人が増えすぎて。今あれだよ、人口が多すぎるんだよ。この敷地に対して、設備に対して人口が多すぎる。追いついてない。だって並んでるもん、配給所みたいに。結局さ、ハーゴン卿と変わんねえじゃん。やっぱキャベツだな。まあ、まずはとりあえずキャベツ。だって小麦作れないから。キャベツの種18個か、結構あるからね。犬も、あ、そうそうそう、あとなんか手に入れたんだよ。どうする？もう農園埋めるとこねえんだけど。農園こっから先拡大させるか。どっちに？こっち？いや、ここはさ、広場として開けときたいんだよね。緑のところ農園にするか。1個水が届くかどうかだよ。あ、でも水は運んできてくれればいいのか。ちょっと、じゃあここにかかし埋めたらどうなんの？せっかくさ、緑の草原にしたんだけどさ、意味なくないか。何から作る？ちょっと待って悩みすぎるんだけど。あ、1マスこっちに拡大しよう。これ。あ、でも1マス拡大しても。いや、難しいな。あ、なんだかんだでさ、ここもあれだよね。床とあれが混じり合ってる。いやー、ここまで作っちゃうともう新しいのは作り直せないよ。ここから何かを回収しようとするとめんどくせえな。さて、じゃあどうやってやっていくか。いや、やっぱこっちに広げよう。こっちに、ちょ、待って壊しちゃったよ。ピューピューピューってなっちゃった。待って、荷物からちょっとこれ取り出す。まずは取り出して、ちょっといらない、ロープいらない、一旦。あ、取り出した。あ、取り出したね。あ、間違えた。もう、うわ、わんじゃないよ。ちょっと待って、2つ壊しちゃった。で、どこに置いた。で、こう、よし。で、一旦ここ、壊す。この高さにしよう。なんかさ、ドッカンハンマーみたいなの使うとさ、俺が予定してなかったものまで壊れちゃいそうだよね。また家作んなきゃみたいな。よし、この高さにして、これ浮いてんな。完全に浮いとる。で、ここに、まあ、どこでもいいんだけど、どっかに1個扉を作って、綺麗な寝床を作ろう。あの、こっちの中の藁は一旦全部回収する。で、寝床専用の部屋を作ろう。とりあえず寝室ってやつ、こっちまで広げる。だから、ほ浮いてる。はい、オッケー。で、この高さだよね、この高さ。この高さは正直泥でいいわけ、ここは。で、この1個上を、だから木の床にするんだよ。あ、そうだよね。で、ここまだ拠点の音楽だから、ちょっと待ってね。そうすると、一応じゃあ一旦この列までは床を埋めておくか。間違えた。もういいや、後でぶっ壊そう。ちょっと一旦このくらいの広さにしてみよう。で、あ、そうだ、ここものづくり部屋にするって言ってたな。まあ、ものづくりは泥でいいか。足跡ついてんね、なんかやだな
今気づいたけど、ちゃんとなんか泥になってんな。ででちょっと待って、作業台を取り出す、装備のところも取り出す。何と変える？木の壁でいいや。壁だからねこれ。あれちょっと待って、なんか変な下、こうか、一旦ここの置いとこう。ちょっとここは後回し、まずは寝るところで、作業台から板の床、え、ちょっと床ってなんか新しいのできたっけ。格子の床、はしご、木の階段、木材の壁、あー壁かー。あれ今俺鉄壁どうなってんの。鉄壁っていうか石壁。あ、いっぱいある、それなりにいっぱいあるな。まず床だ。ちょなんかいろいろごちゃごちゃして申し訳ない。床から揃えていこう。まずは床じゃ。床50個くらい。で、ここは床を敷く。ほい。よし、これ行こう。寝床的には何マス必要なんだ。そもそも藁で2マス必要だからね。ああ、ここはあれでもよかったかな。まあいいや、全部床にしちゃう。うわ、すっげえ減ってく。犬、今となってお前ちょっと邪魔だ。ちょっと犬ちゃんさ、どっか待機しててくんないかな。いや、種をゲットできたのはいいよ、それは確かに助かった。ただ畑も拡張しないといけないかな。お、ギリギリいけそうか。ちょ、出た、上に置いちゃうやつ。うん、よし、とりあえずこうでしょ。待ってね、置く、ここはだって壁にするから全然足んなそうだな。いや、集まってきてる。なんだこいつら、群がりすぎでしょ。うわ、しかもさ、順番マジうちマジ早いもん勝ちだな。こいつらここで食ってる。いや、合理的だと思うよ、はっきり言って合理的。ちょっと待ってね、ここ一回壁になるから、壁になってだから藁を置くでしょう。1、2。ちょっとまた腹減ってんだけど。俺も腹減ってる。キャベツの生産追いついてる。俺すげえ爆食いしてるからね。10個くらい食うから。いや、ちょっと待って、今農民がさ、農民っていうか、ぜっけー、来た、もういいや、任せとこう。何人いるんだ。いや、お前ら食ってんじゃねえよ、行けよ。いや、来てる、めっちゃ来てるよ。おい、いばらの剣を他のやつらにも装備させた方がよかった。指導、いや、拠点防衛用の専門がもう一人欲しいな。こいつはキャベツ持ちながらさ、片手までやってるしさ。じゃあちょっと茨コンボを作るか。トゲコンボだったぽい。で、これは指導ちゃんにあげます。この人何してくれんの、戦ってくんないか。指導どこだ。いや、いねえ、開いた、どうぞ。で、石斧とかもう他の人使えないからね。で、あと何個だ、これは2つ作っとく。で、それを取り出して、ちょっと石の剣が過ぎっぱんだ。まだ石の剣を装備してないの。腕が鈍るなーって言ってんな。なんて言った、いた、農民 C。 いや、畑に捨てんじゃねえよ。
え、こいつ戦ってくれんの？魔法でさ、援護してくれよ。いや、わかったわかったわかった。これになっちゃうのか。めんどくさい。あいつにも装備させたしね。大丈夫か。ちょっと装備系預けよう。こいつはなんでここに集まってんの？これいらない。これもいらない。小麦が全然有効活用できてないな。いや、生産も追いついてないしさ。ここ椅子でっかいテーブルとかってちょっといいや。作ろう1個。あってね、これテーブル台。よし。でそこから丸太の椅子。あれ、丸太の椅子は1種類か。じゃあこれを、まあいいよ、4つくらい作っとこう。やべ、マジで木材足んねえ。木材ってどこで調達してくんの？木を壊せばいいのかな。あそこら辺に生えてる木とか。でじゃあこれ置くか。こんなとこに置いてもしょうがねえよ。ちょ待って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 。じゃあここに、いや怖えな、ここの人とかさ後ろに落ちるよね。うわーとか言って、じゃあ置いて置いて置いて置く。なんかバラッバラだな。いいやん、めんどくさいからこれでいい。で一応あと木のスープみたいなのも作るか。なんだっけ、あこれ木の食器。あれこれなんだったっけ。たらい、あ水を入れる道具か。勝手に使ってくれってことなのかな。うん、じゃあしょうがない、椅子もう4つ作るか。いやー今木なんだな多分時代的に。であとでなんか鉄みたいなのも出てくるのかな、鉄製のなんとか。でここは完全にじゃあ座れるようにするか。8人、そんなに人いるか。マジさ、これ後ろさ転げ落ちるよね。一応泥のクッション敷いとくか。じゃあ落ちないように。はいはい、あとこっち行けなくね。そうこれないと。はいはいはい、とでここも結局高さが、ゲー間違えた、高さが違うから、ほい違う。でさ、わざわざさ外に作る意味ないと思うんだけど。今なんか外に作れって言ったから作ったけどさ、なんでみんなそんな外で食いたがんの。いやダメだ、これ普通に切ってる、めんどい、貯めるのがめんどい。まあ、作ってる間にキャベツとかでも収穫できるか。雨が降らないとな、ちょっと生産性が良くないな。水まきをしてるってことでしょ、これまだか。で夜になって結局まだ、すまんねみんな。じゃあ俺はちょっとつつましくこっちで寝るか。お前邪魔だよ。油断したな、寝床はもらった。てかジバコちゃんが寝てないのがマジで心配。不眠不休で働いてるからな。衛兵をさもう一人雇ってさ、交換でさ二交代制、せめて二交代制にしないと。なんでこっち来ないんだよ。あ、木のスープ置いてねえからな。よし、どうだ食事テーブル。誰も来ないんだけど、みんなあっちの方がいいのかな。機能してないんですけど、一回並んだからかな。まあいいや、とりあえず置いとこう。でちょっと待ってね、藁をもう一回作る。藁はどこだ、あこれだ。壺とかってなんだ、何の役に立つんだ。
たらいとかはまあなんかね、水がどうのって書いてあるから、やべ、枯れ草がね、4つしか作れない。とりあえず4つ作っとこう。で、一応ちょっと内装からまず作っていく。ここに置くでしょう。違う。違うんだよ。寝ちゃったよ。これ、こう置きたい。ちょっと待って、一回こうでしょ。で、一応形の、じゃイメージだけ、イメージはこんな感じ。で、こうの、こうの、こう。これで、これがあといっぱいある。だここで、こうでしょ。だこうでしょ。だこう、こう、こう。本当に、本当にここは寝室、寝るだけ。で、そうすると1、2、3、今4つ。あー、なんか足りなそうだな。で、じゃあ、ここら辺から出れるようにしよう。まあ、一回壊しちゃうんだけど、一旦ね。はいはいはい、ハート回収。で、だから一回ちょっとこれを壊しちゃおうか。置いて、ちょっと待って。ちょっと罠一回壊します。うん、あ、そっか、ただのあれ、あ、なんか農業用のなんとかになってたんだよね。農業用の家になってたんだよな。ちょっと待って、ちょっと待って、一つの部屋として見てくれるかな。まあいいや、やるだけやろう。で、こうこうこう、こっちだよ。で、こうでしょ。だからここも作んなきゃダメよ、やっぱり。拡張しよう。ここも木の床を置いて、一応じゃあ、おお、壊れる壊れる。どうなの。いや、微妙だな。もっと速ければね、これと同じ速度で触れればさ、いや、いいんだけど、わかんない、その効率的なものとしては。じゃ、一旦ここまで、拡張します。うん、ほい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 っと。足りね、木の床が全然足んね。やべ、木材不足だ。ちょっと道具も調達してこないとな。いや、50個使おう。ちょっと一回裏方で、そうだね、材料探すか、いろいろと。ほい、うわ、しまった。まあいいや、まあ雨が降ってくれてるか、作物の育ちは早いかな。で、結局さ、だって、外壁は、あ、しまった、ここ作っちゃった。これやるとさ、間が1個空いちゃうんだよね。外壁はね、石にした、やっぱ強固な作りにして。で、内装の壁は木の壁にしよう。だから、こことここの間は木の壁にする。で、一番外壁は、だから、何？石。ということはよ、ちょっと一回これ崩そう。ここ崩します、まず。石って硬いね、やっぱり。石は前に結構調達してきたからな。これさ、このまま道具箱壊したらどうなんだ。で、ここはもう石でいいか。だからこれ一回外す。うわ、これのここまで来るとな、気になるな、その床が泥だっていうことに。ちょっとこれも一回やっちゃう。で、
道路1本ってでもなんか少ないよね。人がなんていうの、交差できない。一回じゃこれも必要なくなるってことだ。ちょっとすまんね、ちょっと夜になるまでには寝床頑張って作るから我慢してくれ。作れなさそう。ここの2マスはだから人が通れるようにしとくから、ここに木の床じゃなくて木の壁だな。いや木材マジでない。ちょっとあの見えるところだけでもせめて木材回収しよう。これ木材になるよね。何個、少なくね。あれも壊すか。周りのものは枯渇するな。資源不足になる。まあでも木材1個でそれなりの数は作れるからな。あれよしよしよし。あ、これ回ったもん。いや指導早いんだけど壊すの。頼む。よし OK、 ナイスだ。30個か、まあ33個。いや、はい、ご飯ですよってこいつはたくましいな。ただみんな山賊のように来てさ物を食ってくんだけど。で木材壁、じゃあこれを50個作るか。あ、しまった、木材壁は50個必要ないのか。まあいいや。で一応その構想だけは、お伝えしたんで、これ1回破壊して周りは石壁にする。ここ石壁の、ここ木のあれにするのよ。うわ、寝床が木の床じゃなくて木の壁。いや、プライベートはねやっぱりちゃんと確保しとかないとね、まあその藁一つ分っていうのもどうなのっていう、寝返り打てないじゃんっていう感じだけど、まあ、それはしょうがない、まだそういう時代だから。まだいわゆる原始時代的な感じだからね、歴史で言う。で置いて、あれなんか、あ、これしまえるんだ。あ、こっからいけるじゃん。あ、早っ。わらベッドやっぱ取り出すでしょ。でこうやって、でこうで、ここの間は全部こうやって仕切る。あー、しまった。そうするとまあいいや、こっち狭くてもしょうがない。いや、なかなかうまくいかないね。石壁足りるか、調達してこないといけないっていう可能性も出てくるな。拠点、こいつら働かねえかんな。行け、さっさと追い払いじゃねえよ。まずザクは俺が入って、じゃ待って、あいつちょやばい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 やばくね。お、待って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 、お前ら来んの遅え、何してんだよ。大丈夫、損害ない、大丈夫か。でちょっと、あ、しまったしまった。これさ、待って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 、めんどくさそう、破壊するとめんどくさそう。持ってドラキー超いらねえんだけど。いや持てねえんだけど。破壊する、破壊するとどうなる。これしまう。いや待って、いや、どうなる。バラバラ出てきたんだけど。出よ出よ出よ。だから板の壁、木材壁をここでしょ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 。でこうやって一回区切ります。でちょっと待ってね、やっぱで、あれだ、扉だ、扉を作ろう。やばい、夜までに作れない、みんなの寝床がない、勝手に今日は野宿してもらうことになる。で扉を作って、え、木材足んねえかやっぱり。で一応ここら辺にじゃあ置いとくか。置いちったよ、こうだ。取り出してで置きます。ちょ待って、形がおかしい。いやいや形がおかしい、ちゃんとそういうのもあるんだ。扉置きます。木の壁は閉まっちゃったから出すか。
木材壁を置きます、置きます、置きます。これ一回破壊します。やっぱ物を作るときはね、一回全部破壊してからだな。で置きます、置きます、で置きます、置きます、置きます。置けません。で一旦これで部屋みたいなのはできるはずだからみんなここに寝るはずだ。で白いは結構あんな。でこれで外壁を作る。ここは外に出れる必要ないからね、正直。でこう断崖絶壁になってるけど、まあこれ置いてれば大丈夫でしょう。ほい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 。置けない。あーしまった。待って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 、ここならいけるか。あーよし、これでどう。大きい空き部屋、やっぱこれで一つあれなんだな、区切られるんだな。なんかやっぱ農民用の部屋を置いときたいんだよね、俺的には。あ、ジバコちゃん寝る。異常なーし、仕事が早いねこいつ超優秀だわ、仕事早いこの子で、こいつはもう寝に来るだけだな、本当に。何なんだ、なんかお気に入りがあるのかみんなそうそうそう、みんなここは寝る部屋だったらさ、これさ中でよくないか、わざわざ外に作ったけど。ちょっと今日壊すもん、これなんか汚いんだけどじゃあ食事テーブルはちょっと壊しちゃうけど中に作る。うわこれさ、床の床っていうかさ、土の上で。あ大丈夫、みんなあるこいつ一人で寝てるおいお姉さん、お前妹をここに追いやってさ、た足りてるね。ジバコちゃん寝ないからね不眠不休の子だから、ま、足りてはいるか。じゃさっきの農具の家具とか、ま、置きたいは置きたいんだよね。ここキッチンみたいな感じにする。いやでも泥だろう。いや泥がすげえ気になるんだよ、泥というのが。いやーこっからさらにここもさ木の床にするってなるとちょっと面倒だな。ここか。いややるか、ちょっと徹底的にやろう。それがそのこだわりというものだ。今みんなあの寝てるけどさ、ごめんね夜に工事させてもらいます、うるさくてごめんねもうね、寝てる住人のことなんて気にしないこいつは。よし、ここの段差を一回全部あの木の床にします。ここまでか。木の床、ここ、うん、でここはとりあえず OK。 壁を作るところはあれダメか、ちょ暗いんだよね夜になると。ダメっぽいな、あと1個だ。あ置いた、あこれで大丈夫で、こあしまった、これもったいないから泥でいいんだよ。ここは地震が来たら壊れそうだな手抜き工事みたいになってきたな。でああれこれちょっとなってる。よし、これで寝床はじゃあ大丈夫、全部木になった OK、うん、いやこっち泥なんだっけ、ここが泥なんだっけ。で俺の寝る場所、ああるかあるか、足りてるんだ今。じゃあ一番奥に寝ましょう。夜はちょっと活動しづらい、普通にその明るさ的な問題で。
でもさ、序盤でさこんなに作ってるけどさ、なんか後半とかなんかもっといいのがさできそうだよね、普通に。でここの列だ、この段をもうすべて木の床にするんで、まあでも他にも絶対島はあるはずだから、他にも島はあるから、ここのやつらってずっとここにいるのかな、なんか何人かは最初の島に移住してくるのかな、それがよくわかんないんだよな。いやでもマジでこれハマるわ、本当にハマる、面白いもう今更っていうのもあるかもしれないけど、マインクラフトみたいな感じなんでしょ、簡単に言うと。だからこれが、いやこれはねハマるわ本当に。作った人すげえ、ちょっと待って、だとオンライン要素みたいなのもあるみたいだからね、人が来たりすんのかな、うちの島を荒らしていくのかな、まあ、それは別にいいんだけどさ、大した島じゃないから。よしと、とりあえずじゃあ床はこれで、床っていうかその一番下の土台ね、ここを開けたから、あとはこっからちょっともう一回破壊活動するか。もう徹底的にやる、今回は徹底的にやる。壊しちゃう壊しちゃう、あ壊した、ちょっと待って、おい、あれここも壊れちゃった、あれこっちまで壊れちゃった、穴が開いてるからね。ここは正直だから泥でいいのよ、泥で塗り固める、慎重に作っていかない、慎重に壊さないとさ。まあ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 、あれ、うん、形は崩しやすいか。9マス？いやここまで壊れちゃったよ、白壁。ちょ、おかしいおかしいおかしい。よしよしよし、ようやくここができたから、ジャンピングでいけないんだけど。ちょ待って、出れねえ。そもそも、よいしょ。さてさて、でこれいらないでしょ、だってさっき作っちゃったやつか。でだからここキッチンみたいな感じにするから、やっぱ木材だな、木材がないから木の床、あーでもそれなりに木材、そうか、壊して何個か、100個、あれちょめんどくせえな、100個。農民さんはさ、なんでみんなあそこに群がってんの、何かあるべかって。人口密度高っ。いや食べ物マジで作ってほしいな。キャベツできてる、よし収穫、収穫祭だ。てか最近なんかみんな食べ物、あ食べてないっていうか、あれか、椅子とテーブルがなくなっちゃったからか。小麦だな、いやマジで小麦の使い道がない。よしよし、そして物語がちょっと進んでないけど、そこは本当申し訳ない。まずねやっぱね足場を固めないとね、拠点をちゃんと固めてからやっていきたいんで、ここは壁が来るから大丈夫、壁が来るから、じゃあ床を置いていきましょう。
だからなんていうの、そのあんまりこうやってこだわらないで先にどん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 進んじゃってから、なんかいろんな技術を得て、なんかこだわりのものをね作っていった方がなんか効率的にはね、その効率の問題ね良さそうだけど、俺はなんでつどつど作り直してるからね空腹で倒れそうだマジか。はい、またキャベツ10個。よし、あそうだ、キャベツねえんだ、キャベツ置き場が。じゃあしかもこれさ乗らなきゃいけない。ちょっと待って、今キャベツ置き場作るから待っててくれ、みんなみんなも空腹のはずだ。今上に打っちゃったのはちょっと後でいいや。うわ置いちゃったここら辺まで。じゃあ一回、いやー開けちゃったな。ほいほっ、ダメだ、高速置きとかやろうとしたらそこまでの技術は俺にはなかった。あ待って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 、この一個先だから泥置いとこう。ほい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 、ちょっとわかんねえわかんねえほい。いや置けてんのか置けてねえのかわかんねえ、あそこ置けてねえな。ほいオッケーで、ここはだから白壁で一旦塗りたくるから、こことここか。人が増える速度がちょっと速いからね、一気に農民3人来たり女の人が2人増えたりしたから、でこうこうほいほいっと、ほい空間に置いちゃった、いや、ほいほいほいっと、でこっから白壁。よし、あ足りる2個ずつ。あと20マス分くらいか、40個だから足りなさそう。そしたら木の壁でいいや間違えた、あ足りるか、ギリギリ足りるか、もうこれ以上は無理だ。よし OK、 空き部屋ができました。よし、でをどうするかっていうと、まず火を置こう。でこの周りはやっぱ石だな、燃えないように。でさらにテーブル関係を、だからでっかいテーブルも2つあるのか。でっかいテーブル取り出して、2つ取り出しちゃおうか。からの、あんまりなんか圧迫されるのもね俺好きじゃないんだよね、その壁と近いみたいな。で大テーブルにしよう、大テーブルどう。で周りに椅子を置く、椅子を取り出そう、12個か、12個。よし取り出して、で置く、まあこれは普通に置いておけばいいでしょう。いやーちょっと椅子近えな、まあいいや、入り口に椅子が近いけど、これでみんなその囲んで食べられると。でさらに収納ボックスよ、収納ボックスを取り出して、じゃあそれはこっちドラキーじゃねえか、ちげえ、あこっちか。で収納箱はじゃこの端に置いとこう。でここにまずキャベツを格納する。キャベツ50個くらいでいいや、50個格納しとこう。みんな食いに来そう、なんかキャハハって言ってたけど大丈夫か。であと器か、そうか器を置かなきゃいけないんだけど、器ってさ全部置かなきゃダメ、食器
いや、もう取り出そう。じゃあ食器を、まあ、置いときますか。でこっちも置いとこう。もうない、もうないけどいいや。で農具みたいな、げまだここ床がねえんだ。そういえばね、木の床ただいっぱいある。大丈夫で、これ壊して、ちょっと床まで壊しちゃって、ほい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 、お、内箱ちゃん今ちょっと作ってるとこなのジャンプしていってください。っていうかさ、なんかだいぶちょっと時間が経ちすぎたな、その収録時間ね。でもちょっと俺他の人のさ、マインクラフトとか別にビルダーズの動画も見たことないんだけど、こんな感じでいいの？なんか早送りとかカットしてないんだけどこういうのでいいわけ？動画的にカットしてくださいとか、なんか早送りしてくださいみたいなのがあったらちょっとコメントをください。そうしますんで、いまいちわかんない。俺はすげえこうやって熱中してるけどさ、なんか見てる方からすればなんか早く作れよみたいな、なんかあるかもしれないんで、ちょっと今回は一旦床を敷き詰めたらちょっと終わりにして、あ、しまったしまった、こうじゃいけないんだよ。こう、こう、うわ、モンスター、ちょっと待って、ジバコ行け、お前、ほらほら、まずこのでかい軍隊ありが、これはちょっと待って、襲撃してるよ。でもみんなこっから入ってくんね、やっぱ柵がないからか。柵を作った方がいいのか。ででででで、こうの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 最後置き方が分かんない、例によって。やばいやばいやばい、置き方が分からん。どうすればいい。一回壊すか。ちょ待って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 、こっから壊していく。でこっからこう置いていくしかない。ちょ分かんないのよやり方が、そもそも。でここは泥でいいや。でほいほいと、これで大丈夫でしょう。いやー、一旦綺麗にはなったね一旦綺麗にはなったんですけれども、だいぶちょっと時間が立っちゃってるので、一旦これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。